グリム童話のラプンツェル。妊娠中の妻に頼まれて、夫はラプンツェル、野菜を取ってきました。ですが、それは魔女の畑のものだったのです。夫婦は代わりに子供を取られてしまいました。魔女の下で美しく成長したラプンツェルは12歳になると高さ12メートルの塔に閉じ込められました。数年後、通りかかった王子が塔から聞こえる歌声に魅せられました。塔の窓から長い髪が垂らされ、魔女がそれを使って登っていきます。魔女がいない隙に王子も上から髪を垂らしてもらいました。王子は髪を伝って登り、塔の上で暮らすラプンツェルとついに出会ったのです。二人はたちまち恋に落ち、王子は何度も塔に登るようになりました。ところがそれを魔女に知られてしまったのです。魔女は猛烈に怒ると、ラプンツェルの髪を切って塔から追い出してしまいました。魔法使いはラプンツェルの髪を窓から垂らして王子を待ち構えました。それを知らない王子が塔に登ると、そこには魔女が。驚いて飛び降りる王子。落ちた時にベタで目をついた王子は失明。そのまま放浪の旅に出ました。数年後、二人は再会。ラプンツェルの涙で王子の目も治り、二人は幸せに暮らしました。おしまい。